へ届ける。泣いて笑って過ごした日々がかけがえのない日々へと変わる。当たり前なんか一つもないよ。ここであったそれこそが奇跡、僕の奇跡がこの奇跡と交わる。それが本当の宝石となる。過去今未来何が大切、どれも大切だからこそ、過去から未来へつながる今、今を一生懸命に生きる。思い出よ今日だけはそっと優しく僕を包んでください。思い出よ今日だけはそっと優しく僕を包んでください。優しく僕を包んでください。